イルビドは、ヨルダン北西部の都市で、イルビド県の県と、シュトアンマンの北70キロメートルにあり、ヨルダン川東岸の険しい大地ギレアドの北の縁に、位置し、シリアとの国境の近くにある。イルビドは古代は、アラベラと呼ばれていた。1992年の国勢調査によれば人口は208,329人で、あるが、 2007年の推計では327,543人となっており、ヨルダンでもアンマン、ザルカに次ぐ第三の都市である。また、イルビド県もヨルダンでは2番目に人口の多い県である。イルビドの住民にはパレスチナ人難民も多い。イルビドはペラ、ベートラス、ウムカイスなどデカポリスの古代都市とは遠距離にあり、 これらの遺跡をめぐる観光客の拠点となっている。また、周囲の町や、農村の農産物の集産地であり、南の安満、東のマフラク、北のシリア方面への公共交通の中心地でもある。イルビド周辺にはいくつかの大学があり、そのうちヨルダン科学技術大学とヤルムユク大学が、重要な存在である。イルビドの繁華街湖の周囲から出土する遺物や、 墳墓から見て、イルビドの歴史は、青銅器時代に遡る。イスラム教の進出前、この町は、アラベラと呼ばれ、古代のシリア地方でも、有数のワインの産地であった。非常に肥沃な土壌と、穏やかな気候が高品質のドウ生産を可能としていた。ヘレニズム文化期にはアラベラは、大きな交易都市で、 古代イスラエルの宗教指導者図ごとの一人、アルベラの日体はこの町の出身である。この町の北3 0トルほどの場所には大地を削るように、ヤルムーク川が流れているが、その川沿いが、東ローマ帝国と正当カリフ軍の決戦である、ヤルムークの戦いの古戦場である。この戦いの後、東ローマ帝国は、 シリア地方から退場し、イスラム帝国が支配するようになる。イスラム期に入るとこの街は、アラビア語で、イルビドと呼ばれ、ワイン生産から、オリーブオイル生産や小麦生産を、主とするようになった。ヨルダン科学技術大学の、セ門モンヤルムーク大学現在のイルビドは喧騒に、満ちた、中東風の都市の側面と、若者が、夜も行き来する、学園都市の側面とがある。 イルビドアペラ、ウムカイス、ベート・ラス、アジュルンなど、ヨルダン渓谷北部の古代遺跡巡りの拠点であり、多くの外国人観光客も訪れる。イルビド自体は観光地ではないものの、ヨルダン文化遺産博物館とヨルダン自然史博物館の2つの博物館が、ヤルムーク大学内にある。ヤルムーク大学の敷地の西端に走る、大学通りは、レストランやカフェが多く、 インターネットカフェも密集し学生で賑わう。イルビドは、フセインフットボールクラブのホームであり、1999年には、パンアラブゲームズの開催地となった。ありがとうございます。